盛り上がりすぎ。1回目の投資のテンションじゃない。朝から練習してやっと投資でできるようになったんだよ。一区切りついたって思ったら思わず声が出ちゃって。まあそれもそうだな。よし、このあたりで一旦休憩しようか。あ、じゃあ気分転換にゲームでもしない？実は昨日倉庫からこれを見つけちゃって。じゃじゃーん！それってクイズ番組とかでよく見る早押しボタン？その通り！前にイベントで使って面白そうだったからもらってきちゃったの。どういうイベントなんだ？それはせっかくだし、イントロクイズでもやろうよ。私が出題者ね。誰が回答者やる？シャノ、こういう問題答えるの得意そう。私が？シャノは昔からいろんな音楽聴いてたし、知識も豊富。お、それじゃあ、アイリとシャノで勝負してみる？ええ、シャノとなら面白くなりそう。それじゃ第1回イントロ何これ選手権開始。やれやれ、まるで学生気分だな。まあ懐かしい雰囲気ではあるが。じゃあまず第1問、この曲の題名は何でしょう？って早い、少ししか流してないのに。ブラームスの交響曲第1番。正解。さすがシャノね。これくらい常識だろう。じゃあ続けて第2問、この曲の題名は？スタンゲッツのスイートレイン。だから早すぎるって。正解だけど。これじゃ勝負になってない。シャノの圧勝。アイリー、ハンデが欲しいか？いいえ、結構。ここからが私の本気よ。頑張れアイリー。第3問、この曲を歌っている歌手は？ビリー・ホリデー。正解！やるじゃんアイリー。やっと調子が出てきたみたいだな。おかげさまでね。次の問題も私が正解するんだから。全然勝負がつかない。二人とも学生時代からよく張り合ってたからね。どっちも負けず嫌いだし。お二人さん、もう問題の方が尽きちゃったんだけど、そろそろ終わりにしない？まだ決着がついてない。ああ、はいはい。それじゃあお互いの好きな食べ物とかは？なんだその適当な問題は。アイリはドーナツだろ、それくらい知っている。正解よ。シャノは抹茶ティラミスでしょ？その通りだ。じゃあお互いの苦手なものは？シャノはパソコンが苦手だったわよね。昔から機械音痴だったし。今はちゃんと使えている。確かに最新の電化製品は未だに苦手だか。じゃあ正解ってことで。それじゃあアイリの苦手なものは？アイリは猫舌だからな。熱いものが苦手だったはずだ。そのくせホットコーヒーをよく飲みたがる。コーヒーは熱いから美味しいんじゃない。だが飲むのに時間がかかるだろう。学生時代いつも待たされていた私の身にもなれ。シャノは昔から神経質すぎるのよ。曲作りに詰まった時、私が貸したシャーペン缶でボロボロにしたの忘れてないんだからね。あれはすまなかった。だが謝って弁償もしただろ。お金の問題じゃないわ。そういう自分を追い込みすぎるところが問題って言ってるの。アイリが自分におおらかすぎるだけだ。昔体重を気にしていただろう。それなのに、ドーナツは穴が開いているからカロリーゼロだとか言って
食べていたじゃないか。その理論は今でも間違ってると思ってないもの。ちなみに抹茶ティラミスもカロリーゼロよ。あんなにふわふわしたケーキにカロリーなんてあるはずないでしょ。なんだと？それは本当か？そんなわけないでしょ。というかこれ何の勝負してたんだっけ。私に聞かれてもわからない。わかることといえばなんだかんだ言って二人ともお互いのことがよくわかってるってことかな。